こんにちは、加藤咲です。今回はですね、こういった、2色に分かれている帯揚げですね、これの結び方をご紹介していきたいと思います。よくですね、こういう感じの、2色に分かれた帯揚げ持っているんだけれども、出したい色をうまく出せないっていう声をいただくんですね。なので、その疑問を解消していきたいと思います。で、2つパターンがありまして、この2色の、どっちか1色だけを出したいっていう場合と、両方とも使ってみたいっていう場合があると思うんですね。なので、前半は1色だけを使うやり方、後半は2色とも使っていくやり方をご紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、まずは1色だけ使っていきます。今回は紫を使っていきたいと思います。まずですね、帯枕にこの帯揚げをかけていくんですけれども、使いたい色が下になるようにですね、帯揚げにかけてください。表裏確認をして、後ろで広げて、はい、こんな感じで使いたい色が下になるようにですね、帯揚げをかけてあげてください。はい、そしたらですね、左右のをしっかり、はい、合わせて、ではね、片方ずつ畳んでいきます。通常のやり方だと、3/3、3/1、半分にしていただけると、一応紫が出てきます。ただちょうど紫とオレンジのこの境目のところになるので、ちょっとね、下手すると、オレンジも出てきやすくなりますね。もっと濃い、この辺のね、濃い紫の部分を使っていきたい場合はですね、ちょっと畳み方を工夫していきます。で、まず最初に半分にします。半分にして、それからこの半分にした生地を1/3にしていきますね。1/3、1/3です。で、脇までね、スーッと綺麗にしてあげてください。半分にしてから1/3、1/3にする方がちょっとね、難易度上がるかなと思います。はい、綺麗にね、脇までしっかりと、はい、畳んであげてください。はい、できたら腕に引っ掛けておきます。で、結構開きやすいので、もし不安な方はですね、帯の上にこう沿わせて、で、ピンチとかでね、ここ止めといても大丈夫です。真ん中よりもちょっと向こう側に行ったぐらいのところで止めておくといいと思います。そしたら反対もですね、大きめで切る、半分にしてから1/3、1/3ですね。これで、いつも通り、あとはいつも通り結んでいきます。帯揚げの詳しい結び方については、帯揚げ決定版というものがありますので、そちらでめちゃめちゃ詳しく解説してますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。はい、でいつも通りね、結んでいただければ、こう紫の方が出てきますよっていう感じですね。あとはね、微調整をしていただいて、出したい色の部分が見えるようにしていきます。はい、これがですね、1色だけ出すやり方になります。続いてですね、2色使うやり方をご紹介していきます。2色っていうのは、どうなるかっていうと、こっちの色とこっちの色が、別の色になるっていうことですね。今回は、こっちの色を紫で、こっちの色をオレンジにしていきたいと思います。でですね、上前側ですね、こっちが、メインの色だと思ってください。で、メインの色はさっきと同じように下に来るようですね。帯揚げをまず枕にかけていきます。で、なんで、こっち側がメインの色になるかっていうと、上前側にあるからっていうのがまず理由の一つ目なんですけれども、もう一つですね、こちら側から来ている色が真ん中のね、結び目の色になります。メインの色が下に来るように、帯揚げを、まずは枕にかけてあげてください。はい、そしたらですね、さっきと同じように、半分にしてから1/3にしていきます。で、まずは普通に何も考えずに半分にしちゃってください。で、単純にね、このオレンジが出るように、あとは1/3、1/3にしていきます。はい、で、できればですね、この2枚
こうペラペラしてるこっちを先にね畳んであげると崩れにくくなります。3分の1、3分の1ですね。で、脇まですっと綺麗にしてあげます。この見せたい面が外側に来るようにですね、くるっと回転させてください。そして脇までね綺麗にしていきます。どうしてもねこの辺がちょっとねじれてしまうんですけれども、後でこの部分は中に入れていくので問題ないです。そしたら片方の手にかけておきます。で反対側は、さっきと同じですね、半分にしてから、3分の1、3分の1ですね。やっぱメインの方の色の方が綺麗に出るように、こう帯揚げをね枕にかけた時に下に来るようにした方が、まあ、やりやすいですね。でそしたら結んでいきますね。襟合わせと同じに重ねます。結構ね崩れやすいので、気をつけながら結んでいってください。で結び目が一番下ですね。で脇もぐっと中に入れていきます。はい、こうするとですね、この上前側が紫、この結び目も紫で、そしてこの右側だけが、オレンジっていう状態になります。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、こういう感じの、2色ある帯揚げっていうのは、まあ、紫だけ使ったりオレンジだけ使ったり両方使ったり3通りのですね楽しみ方がありますので、ぜひですね活用していただきたいなと思います。この動画が少しでも役に立ったなと思う方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。